クリックケミストリーは科学分野において簡単かつ安定な結合を作るいくつかの反応を用い新たな機能性分子を作り出す手法のことスクリプス研究所のバリーシャープレスが提唱したクリックはシートベルトがカチッと音を立ててロックされるように素早く確実な結合を作る様子を例えた言葉である2001年に表されたクリックケミストリーの創設において シャープレスは次のことを指摘している。すなわち、単純なパーツをつないだだけの分子で生命活動を運営できるほどの複雑な機能を実現することができる。また各パーツは作りにくく切れにくい炭素、炭素結合を基本としてできており、パーツ同士をつなぐ結合は、組み替え容易な炭素ヘテロ原子結合によっている。これは、自然の合理的な選択であったとみられる。 シャープレスはこの自然のシステムに学び、比較的単純な部分構造同士を、高い反応性、選択性を持った炭素ヘテロ、原子結合反応によって結びつけることで、新たな機能性分子を創出することを提案した。この反応の代表的なものとして用いられているのが、アルキンとアジド化合物による3プラス2型の不可観化反応である。アルキンとアジド化合物が不可観化反応を起こし、 1,2,3 1トリアゾールカを作ることは1961年にロルフフーズゲンによって報告されている。シャープレスはこの反応をクリックケミストリーの中心的な反応として位置づけた。これは以下の理由による。これらの特徴によりこの反応はクリックケミストリーの理想に最も近い反応とみなされている。またこの反応は他に 水や多肝能性分子があっても問題なく進行することから生化学方面への応用も可能となっている。近年、クリックケミストリーは医薬候補化合物など有用な化合物の探索に用いられている。また、高い肝能気許容性を生かし、細胞内などでの分子収縮などに応用されている。シャープレスト H コルブラはアジドとアルキンユニットをそれぞれ持った分子同士を アセチルコリンエステラーゼの存在化で混合することによって、同構素内でフーズ幻管化を行わせ、KD 値が10から 14M 台という強力な阻害剤を創出することに成功している。シャープレス、ホーカーらは、クリックケミストリーの優れた反応性を生かし、デンドリマーの収束型合成に応用している。今までに比べ、高効率での合成が可能となった。 キャロラインベルト・ツイラはアジド元を持たせた糖誘導体を細胞内に取り込ませ、ここにアルキンと結合した蛍光色素を結合させることで細胞内組織の可視化に成功した。クリックケミストリーの高い基質直行性をうまく利用した成果といえる。チャップレス自身による解説、アンク・ケン・インエド2001-40 二千四から二千二十一、ジ m ーアム、ケン、ソック、二千四、百二十六、一万二千八百九から一万二千八百十八、アンク、ケン、int、エド、二千四、四十三、三千九百二十八から三千九百三十二、プロク、ナトル、エイキャド、サイ、usa、二千七、百四、一万六千七百九十三から一万六千七百九十七。 ありがとうございます。